李正法は中国湖南省調査出身の男子体操競技選手。得意種目は平行棒と跳馬。跳馬では自らの名前を冠した最高難度の技リーシャオペンを発表している。6歳から体操を始め12歳の時こみな賞代表チームに入り15歳で国家代表に選抜される。 初めての代表となった1997年世界選手権で団体総合で金メダル、平行棒で銀メダル、床で銅メダルを獲得した。2000年シドニーオリンピックでは団体総合と平行棒で金メダル。2003年世界選手権では団体総合と平行棒、長馬の3種目で金メダルを獲得したが、2004年アテネオリンピックでは団体総合で5位。 長場で7位、平行棒で、銅メダルと不本意な結果に終わった。2006年に手術を受け迎えた2008年の北京オリンピックでは、金メダル確実と言われていた長場は、団体優先のリスク回避のため予選での実施を一本のみに、とどめ種目別には出場しなかったが、団体総合と平行棒で、金メダルを獲得した。 世界選手権とワールドカップを合わせた金メダル数が16となり、リ・アス氏の記録を抜き中国体操史上最多になった。2009年12月現役引退が発表された。リは、難度重視と言われる中国体操の中でも特に、高難度な演技構成を組みながら、技の美しさでも、世界トップクラスの評価を受けていた。長馬と平行棒が得意で長馬では、 自身の名のついた最高難度の技リーシャオペンを発表している。平行棒では3度ミスしても優勝できるというほどの超高難度の構成を組むことができる。負傷を抱えて彼にとって8割程度の演技構成に留めた北京五輪でも2位に大差をつけて金メダルを獲得した。一方で慢性的な足の負傷や病気、事故などで苦しみ大きな大会を欠場することも多く。 ベストな状態で出場できない大会も多かった。ありがとうございます。